フリーデリケツユ・メクレンブルクは、メクレンブルク・シュトレーリッツ対抗家の皇女。出生時の称号は、メクレンブルク女皇、3度の結婚により、プロイセン王女、ゾルムス・ブラウンフェルス皇女、ハノーファー王妃となった。メクレンブルク皇、カール2世と、その最初の妻ヘッセンダルムシュタット皇女フリーデリケの、間の末娘として生まれた。 父は1794年より、メクレンブルクシュトレーリッツ文国の統治者となった。父の妹シャーロットは、イギリス王女王子三世の日であった。フリーデリケと三人の姉たちは、美人姉妹として知られ、ジャンパウルは、小説、巨人の中で彼女たちのことを、玉座に追わす美しく高貴なる四姉妹と称えたが、中でも、最も有名なのは、 フリーデリケのすぐ上の姉のプロイセンオーヒルイーゼである。母が若くして亡くなると、その妹、シャルロッテが1784年に父の5歳となったが、翌1785年には出産が原因で亡くなった。家父となった父は娘たちに必要な教育や世話を受けさせるため、子供たちの祖母、ルイーゼの住むバルームシュタットに転居した。祖母は、 フランセス・ジョルジュとして知られる文化人で、フリーデリケは、ジシ・テレーゼ、サン・アネ・ルイーゼと一緒にこの祖母に養育された。祖母の日ご家にあり、祖母の雇った女子教育者、サロメド・ゲリュの教授を受けたことは、姉妹たちにとって非常に幸運なことであった。1793年3月、ルイーゼと妹・フリーデリケは、フランクフルト・アム・マインの劇場で、 偶然、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム2世と出会った。王は一瞬で姉妹の愛らしさに魅了され、彼女たちを、自分の年長の息子二人、長男フリードリ・ヒビルヘルム王子と、次男フリードリ・ヒルートビヒ王子に引き合わせた。姉妹の父公爵と、プロイセン王との間で、すぐさま婚姻契約が結ばれ、1793年4月24日に二組の、 カップルの婚約がダルムシュタットで祝われた。12月、姉妹は一緒にベルリンへ到着した。12月24日のクリスマスイブにルイーゼと王大使が結婚式を挙げ、その2日後にフリーデリケとフリードリヒルートビヒ、通称ルイ王子の婚礼が行われた。フリーデリケの結婚生活は新婚当初から不幸であった。 ルイ王子は幼い妻よりも大勢の愛人たちとの生生活に夢中だった。夫の一歳年上のいとこ、ルイ・フェルディナント王子は、ルイ王子に対する対抗心からフリーデリケを誘惑して関係を持ち、そのジョージを吹聴した。1795年、国王がルイ王子をシュベートに駐屯する第一竜起兵連隊の連隊長に任命したため、王子は、 シュベートに赴任した。翌1796年、王子は、認知で、ジフテリアに倒れて休止した。未亡人、フリーデリケは3人の幼子を連れて、宮廷を去り、ベルリン郊外のシェーンハウゼン城に移った。1797年、ハノーファーに暮らす、イギリス人のいとこ、ケンブリッジ公爵、アドルファス・フレデリックから求婚され、フリーデリケは、 非公式に彼と婚約した。ケンブリッジ公は不王に、結婚の許可を願い出たが、母のシャーロット王妃がフリーデリケを嫌って、婚約を破棄するよう圧力をかけてきたため、婚約を断念した。1798年、フリーデリケは、プロイセンコのエレン隊に勤める、陸軍少将,将、フリードリヒビルヘルムツ・ゾルムス・ブラウンフェルス公使と、男女の関係になり、妊娠した。 講師は、お腹の子を認知し、休婚もしてきた。フリーデリケはこのまま返事を引き伸ばせば当然起きうる、終分を避けるため、嫌をなく、休婚を受け入れた。二人は1798年12月10日に、結婚したが、ベルリンにはいられず、1799年に、アンスバッハに引っ越した。お腹にいた子は、女児で、1799年2月に生まれたが、 数ヶ月で世を去った。ゾルムス公使は、プロイセン王子の未亡人との常時の結果、そしてそれによって、軍人としての英達が望めなくなったことに深く、失望し、アルコールに依存し始めた。彼は1805年、健康上の理由で退役し、収入も失った。フリーデリケは、義兄のプロイセン王。 フリードリヒビルヘルムから与えられていた年金のみで、一家の生活を支えねばならなくなった。ゾルムス公後の兄が離婚を進めてきたが、彼女は堅くなに応じなかった。1813年5月、フリーデリケの、かつての旧婚者ケンブリッジ公爵の2位、カンバーランド公爵アーネスト・オーガスタスが、ノイシュトレイリッツに住むフリーデリケの、父カールを訪ねてきた。 フリーデリケはこの時、カンバーランド公爵に初めて会った。父カールは娘に、ゾルムス皇后を捨てて、イギリス王子と結婚するよう強く進めた。その後数ヶ月の間に起きた出来事は、フリーデリケに、今後の身の処し方を考えさせることになった。1813年10月のライプツヒの戦いに、大同盟軍の一員として参加し勝利した。 アーネストはそのまま再び、ノイシュトレーリッツを訪れ、宮廷の人々や、同志の住民に観光で迎えられた。それと同時に、フリーデリケは、プロイセン王に対して、ゾルムス公子との離婚の申請を出した。関係する、各宮廷や一族老党は、皆一様に離婚に賛成し、党の夫ゾルムス皇後までが離婚に賛成した。 1814年4月13日の公師の休止により難航する離婚調停の作装に悩む必要はなくなった。1814年8月、カンバーランド公爵とフリーデリケの正式な婚約が発表された。婚約にはイギリス議会の承認が得られたため、二人は1815年5月29日に結婚式を挙げた。 1837年6月20日、義系のウィリアム4世が亡くなると、イギリス王位は、名のビクトリアが継承した。しかし、ハノーファー王位はサリーカ法にのっとり女子相続が禁じられていたため、存命する中では、最年長の弟カンバーランド公爵が、エルンスト・アウグスト1世として継承した。フリーデリケは、ハノーファー王妃となった。 フリーデリケは1841年6月29日、病を得て休止した。エルンスト・アウグスト一世は、宮廷建築家、ゲオルク・ルートビヒ・フリードリヒ・ラーフェに命じて、妻と自分のための霊廟を建てさせた。この霊廟は後に、ヘレンハウゼンの木内庭園、ベルクガルテンにある、ベルフ霊病へ移築された。最初の夫プロイセン王子、フリードリヒ・ルートビヒとの愛の子は、以下の通り、 二番目の夫ゾルムス・ブラウンフェルス講師、フリードリヒ・ビルヘルムとの愛の子は、以下の通り。三番目の夫カンバーランド公爵、ハノー・ファー王、エルンスト・アウグストとの愛の子は、以下の通り。ヨハン・ゴット・フリート・シャドウによるフリーデリケの彫像、ジーン・ポール、ジーン・ポールズ・ゼムトリッヒ・エベル・ケパリ 1836S495 ハット・ディーター・ラング、ラス・モーソリアム・イム・ベルジェガルテン。 イン・ギュンター・コカリンクハロルド・ハマーシェンクレーブス・ウント・ハノーバーニーダーサ・シェッシュ・アーキテクター・イム・ニューン・ゼックンテンヤーフンダート .HRSG, フォン・ハロルド・ハマーシェンク・ウント・ギュンター・コカリンクエイド・リブリ・アーティス・シェーファー1989 ISBN3 から88746から 236XS186188 ありがとうございます。